JTB オンラインセミナーをご視聴いただきありがとうございます。本日はおこもりステイが楽しめる宿をご紹介させていただきます。最近よく耳にするおこもりステイでは、おこもりステイとはどんなステイでしょうか。おこもりステイとは宿にこもって旅を楽しむことを指します。ひたすらお宿のお風呂を堪能する、大画面テレビを見てみんなでワイワイ、何もしないで一人でゆっくり。おこもりステイは仕事や家事から解放されて自分の思うままに過ごせる最高の旅の楽しみ方です。今回ご紹介させていただく施設はこちらの5施設です。いずれの施設も JTB では人気の旅館です。どんなおこもりステイができるのか、本日は温泉ソムリエが解説いたします。温泉ソムリエ協会一つ星温泉ソムリエの佐藤さん、よろしくお願いいたします。はい、改めましてこんにちは、今紹介いただきました佐藤でございます。正直今回の企画内容からしたら私の出番ではないかもしれないと思ったんですね。なんでかというと、おこもりで温泉っていうと一般的には山の中の秘湯に泊まってこう渓流を見ながら温泉を楽しむとか、そういったイメージがあると思うんですけれども、今回は比較的設備の整った、大きな規模の旅館とか、館の外に出るようにな感じでないところで温泉を楽しむというふうな企画でございます。とはいえそういった温泉にも楽しみ方とか、そういったこともあります。そういったところをご紹介したいと思いますけれども、最初に、ちょっとだけ申し上げておきたいんですけれども、一般的にですね、私もちょっと温泉に携わってもう数十年になるわけですけれども、やっぱりこういろいろ温泉知ってるとかそんな話になると、大体ですね、友達とか同僚にですね、どっか温泉ないのとか、紹介してやとか言われることが多いんですけれども、逆にそういうふうに聞かれた時にですね、いつも答えてるのが、いや、じゃああなたにとって温泉って どういうとこなんですかみたいなことを聞くわけですね。そうすると大体みんな、温泉って何やろうなみたいな、そんな話になるわけですね。で、実は温泉って人それぞれだと思うんです。って皆さん考えた後、やっぱり湯船がいっぱいあるとこが温泉ですねとか、やっぱご飯が美味しいところがいいですとか、温泉街に、こう出てそぞろ歩きできるとこが温泉なんですか。実は人それぞれで、あなたにとって温泉っていうのがそれぞれあるように、温泉っていうのは人それぞれなんですね。ですので今回ご紹介するようなタイプもひょっとしたらですね、あなたにとっての温泉になるかもしれないというところでですね、そういった楽しみ方っていうのを今回はご提案をさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。最初にご紹介するのは、太閤秀吉も愛した関西の奥座敷有馬温泉有馬グランドホテルです。神戸市北区に位置する有馬温泉は京阪神からのアクセスが良く人気の温泉地となっております。大阪市内からですと1時間ほどで行くことができます。高台に位置し、有馬温泉の中でも絶好のロケーションにある有馬グランドホテルは、大浴場や客室からの眺望がお楽しみいただけるお宿です。それでは動画をご覧ください。日本三古泉の一つ有馬温泉にございます有馬グランドホテルでございます。有馬温泉は関西の奥座敷と呼ばれており、大阪梅田から約60分、京都から約75分、神戸三宮からは約30分の距離でございます。関西の主要都市から近く、お日帰りでお見えいただくお客様も多く、大変立地に恵まれた温泉地でございます。
それでは館内のご案内をさせていただきます。旧海大浴園雲海は眼下に有馬温泉街、彼方には丹波の山並みを見渡せる高い天井と大きな窓が特徴の開放感のある大浴場でございます。療養効果と美容効果の高い金泉、銀泉は露天風呂にてご堪能いただけます。こちらは自然あふれる静かな環境の中でご利用いただける銀泉露天風呂付きプライベートスパ茜でございます。もう一つ初音もご用意しております。洗練された個室と広々とした浴場で優雅にくつろげる温泉時間をご堪能ください。別所ゆらの2階7階にございますクラブフロアでは、専用のチェックインカウンターやエレベーター、クラブラウンジをご用意いたしております。別所ゆらの金泉露天付き客室です。お部屋の入り口はスロープになっており、車椅子のままご入室いただくことも可能でございます。クラブフロア特設厨房にて調理したお食事を、夕食朝食ともお部屋の高材質テーブルでごゆっくりお召し上がりいただけます。お部屋は全室温泉露天風呂をお付けしており、有馬の名湯を心ゆくまでご堪能いただけます。最新の国産シミュレーターを導入したリアリティ抜群のシミュレーションゴルフ施設です。気の合うお仲間でお楽しみいただいたり、コンペ前の秘密の練習にお使いいただいたりと、使い方も様々でございます。ドッグアップヴィラはあえて愛犬と一緒に泊まらない、それは離れというおもてなし。有馬グランドホテルが提案する新しい旅の形、ワンちゃん専用の銀泉の足湯もご用意しております。心に残る愛犬とのかけがえのないひとときをお過ごしください。でもお楽しみいただけるアクアテラスゴルフシミュレーター、お子様にはゲームコーナーもご用意しております。皆様のご来館お待ち申し上げております。有馬グランドホテルのおこもりポイント、ポイント1、館内でスポーツが楽しめます。ゴルフシミュレーターやゲームコーナー、オリンピックで沸いた卓球台もあり、おこもりにぴったり。人気のゴルフシミュレーターは、ラウンド前の練習にも使えて、ゴルフが初めての方でも安心です。ポイント2、気分で選ぼう、貸し切り風呂が充実。家族風呂は9階に3箇所、また5名様まで利用可能なプライベートスパは別棟に2箇所ございます。家族風呂もプライベートスパもエース JTB でお申し込みのお客様の特別価格をご用意しております。ポイント3、有馬温泉といえばやっぱり金泉。別所ゆらには金泉露天風呂付き客室があり、お部屋でも金泉を楽しむことができます。
夕朝食ともにお部屋でお召し上がりいただけるのも人気のポイント。ベッドルームにもテレビが設置され、お部屋でゆったりとお過ごしいただけます。ポイント4、ワンちゃん専用ルーム、ドッグアップヴィラ。ワンちゃんと旅行がしたい、ドッグアップヴィラはそんな思いを叶えてくれる素敵な空間。ワンちゃんと一緒にくつろげるラウンジや、ワンちゃん専用の温泉で家族みんなが大満足。冷暖房完備のワンちゃん専用ルームは、スマホやタブレットでいつでも様子を見ることができ、一緒に安心してご旅行が楽しめます。はい、有馬温泉、今ご紹介いただきました。見るからに建物が立派でですね、いやこんなんでおこもりかというふうな、先ほど私が申し上げたようなことを思うかもしれませんけれども、有馬温泉のこの有馬グランドホテルの温泉の楽しみ方、私が好きなのは、実はここホームページとか見ていただいたら分かると思うんですけど、山のこう結構高台にあってですね、景色がいいんですね。で、特におすすめなのが、最上階に展望大浴園雲海というのがあるんですけれども、そこが有馬、ご存知の通り金泉と銀泉があって、そこの大浴園の雲海の金泉に入ってこう緑を見ながら楽しむというのがもう非常に開放的で、まあ使ってこう外の景色見ながら、しかもなんか温泉に入った感のある金泉に入って、はあってやった瞬間が、まあ来てよかったなとこういうところだと思いますので、そういった楽しみ方はいかがでしょうか。次にご紹介するのは、日本一浴衣が似合う町、城崎温泉西村屋ホテル松月亭です。 JR 大阪駅から特急コウノトリで約2時間40分、兵庫県の日本海側に位置しております。5万坪の大庭園と森林に囲まれ、創業160年の西村屋の伝統を受け継いだ新しいスタイルのお宿です。では動画をご覧ください。西村屋ホテル松月亭は開湯1300年の城崎温泉にあります。昨年創業160年を迎えた西村屋本館の別館施設でございます。私は西村屋ホテル松月亭フロントサービス部所属の井上でございます。それでは施設をご紹介いたします。感染症対策といたしましては、スタッフは毎朝検温、手指の消毒、マスクの着用を行っております。またお客様につきましても、マスクの着用、アルコールでの消毒、検温をお願いしております。共有のスペースではこのように入り口に消毒を設けております。こちらは大浴場でございます。感染症対策も徹底しておりますので、どうぞご安心してお越しくださいませ。当館には5万坪の庭園があり、
その中には当館完備のプールもございます。7月下旬から8月下旬まではご宿泊のお客様は無料でお楽しみいただけます。また2017年に和室月の塔を全面リニューアルし、施設全体の雰囲気も変わりました。ロビーラウンジではこちらの滝を眺めていただきながらドリンクもお楽しみいただけます。皆様のお越しをお待ちしております。西村屋ホテル松月亭のおこもりポイント。ポイント1、館内大浴場は城崎でも随一の広さ。城崎温泉の施設の中でも種類豊富な温泉を楽しめるのが魅力です。外湯に行かなくても大浴場、露天風呂、ミストサウナ、ジェットバスなどなど城崎温泉を満喫できます。ポイント2、貸切風呂森のプライベートスパ。岩盤浴ルームとリビングルームのある広々とした貸切風呂。和風、バリ風、チャイニーズ風の3つの異なるタイプから選べるのも魅力です。ポイント3、お部屋食でくつろげます。月の塔、庭の塔の和室にご宿泊の方は夕食はお部屋でお楽しみいただけます。プライベートな空間でゆっくりと季節の食材をお楽しみください。ポイント4、5万坪の森林庭園。四季折々の表情を見せる森林庭園はいつの時期でも穏やかな気分にしてくれます。自然を感じながらぜひ散策してみてください。はい、今ご紹介あった西村屋ホテル松月亭ですけれども、城崎温泉全体の街歩きの楽しみ方というのは今回あえてお話しせずに、この松月亭さんですね、いうところなんですけれども、いわゆるおこもり、今回のおこもりに合致するような比較的設備の整った旅館さんのいいところって、やっぱり夜も入れるとか、夜って言っても夜の12時まで入れるとか、一般的に小さい旅館さんの、そういった山の奥にあるようなところってもう10時で終わりですよとか、そんなところが多いんですけれども、我々こう一般的に、都市部から行った人ってもうそういった生活に慣れてるもんですから、夜中ご飯食べてテレビ見てお風呂入るのが12時とか1時っていうのはあると思うんですけども、ここの西村屋さんも、実は月下の湯とか夜の12時半まで入れるんですね。まさしくこう都市生活に慣れた我々にですねマッチしてるような、夜中、なんならちょっと夜食食べた後風呂入って寝ようかなみたいな時間でもお風呂を楽しんで温泉を楽しんでいただけるというところが、いいんじゃないかなと思います。で、有料にはなるんですけれども、ここのおすすめは3つの貸切風呂があります。これ撮影時点でだいたい70分で7700円するんですけれども、これが高いか安いかは別として、城崎温泉の街歩きで外湯に入るのもよし、こうした、今回のおこもりステイみたいな感じで、館内でそういった貸切風呂を楽しんでいただく。ちなみにここは7700円しますけど、スパークリングワインがあったりとかですね、そういうふうなしっぽりと楽しんでいただけるような仕掛けもありますので、そういう楽しみもしていただけたらいいんではないかなというふうに思います。3番目にご紹介するのは、京都の中でも紅葉が美しい場所と知られる高尾もみじ屋です。 JR 京都駅からバスで約50分、清滝川に架かる専用の吊り橋を渡ればそこは別天地。都会の喧騒から離れた自然美あふれる高尾に溶け合う純和風のお宿です。それでは動画をご覧ください。皆様こんにちは、もみじ屋別館川のいおりでございます。本日ですね、動画を紹介させていただく、お二人と私、自己紹介をさせていただきます。私ですが、ソーシャル2の山本雅人でございます。
次に動画を紹介するお二人でございます。私、おかみ代理の浜田泉と申します。よろしくお願いいたします。おかみの山本涼子でございます。こちらのお部屋が04タイプ露天風呂客室離れ朝霧のお部屋でございます。ご案内いたします。今から露天風呂をご案内いたします。こちらが客室専用の十和田石でできた露天風呂でございます。こちらのお部屋が02タイプ客室露天風呂付き離れホトトギスのお部屋でございます。ご案内いたします。2タイプの専用露天風呂がございまして、こちらは信楽焼でできております。こちらが半露天貸切風呂でございます。ご視聴ありがとうございました。当館は京都市内からわずか30分で自然あふれるこの高尾へ到着いたします。少しでもごゆっくりとおくつろぎいただけますよう頑張ってまいります。また最大の特徴でございます開放的な川床もございますので、ぜひご送客をお願いを申し上げます。ありがとうございました。もみじ屋のおこもりポイント、ポイント1、換気の良い川床でお食事を楽しめます。
暑い京都の夏を市内中心から離れた高尾の川床で涼しくお過ごしいただけます。ポイント2、舞妓さんの京踊りを楽しめます。9月20日までの金、土、日、祝に舞妓さんがご夕食時に踊りを披露してくれます。ポイント3、雨でも大丈夫。もみじ屋の川床の最大の特徴は屋根がございますので、雨が降っても十分お楽しみいただくことが可能です。ポイント4、10月末までは川床のお食事、11月からはお部屋食でお召し上がりいただけます。ポイント5、密を回避できます。小規模旅館なので密を避けてお過ごしいただくことができます。露天風呂付きのお部屋に泊まってゆっくりとお過ごしください。まあ、今回紹介する、5軒のお宿さんの中でももみじ屋さんだけちょっとだけ毛色が、違うくて、比較的、大きな大規模な、施設さんというところではないのかもしれません。道すがらこの高尾まで行ったことある方いらっしゃったら分かると思うんですけど、一体この京都市内の山奥どこ連れて行かれんねんみたいな山奥にあるんですけれども、当然知る人ぞ知る京都では三美と呼ばれているですね、紅葉の名所の場所にあるのがこのもみじ屋さんになるわけですけれども、やはりここの売りはですね、景観を楽しみながら入っていただける展望露天風呂ということになろうかと思います。ちょっと比較的、本館と別館とあるんですけれども、どちらの露天風呂も比較的規模が小さい、旅館さんの規模に合わせた大きさの露天風呂になるんですけれども、やはりここで、季節の、それぞれ移ろいを感じていただけるような露天風呂に入ったら、先ほどの有馬グランドさんの雲海じゃないですけれども、入って外の景色見てはぁってなった時に、なんか来てよかったなと思う瞬間、新緑の時期、秋の紅葉の時期、そして、季節によっては、京都市内といえども最近ですね、積雪を見ることが少ないんですけれども、ここ高尾まで来ればですね、冬ともなれば雪化粧を見ていただけることもできようかと思いますので、そういった季節ごとの露天風呂から見る景色なんかもですね、楽しみ方の一つではないでしょうか。4番目にご紹介するのは神の湯と呼ばれる美肌の聖地、玉造温泉霞水園南です。出雲空港から車で30分、 JR では大阪から新幹線と特急やくもで約3時間半のアクセスです。東に城下町松江、西に神話の国出雲、北には幻想的な宍道湖、情緒あふれる湯の町玉造温泉に立つ安らぎと楽しさを調和させた現代すき家作りのお宿です。では動画をご覧ください。本日霞水園南をご紹介させていただきます、役立つとしております足立と申します。日頃は、JTB 様の商品の企画を作ったり、お客様の電話応対をさせていただいております。それではご案内をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
かがでしたでしょうか。私は勝家南は松江市内にあります南館より受け継ぐ134年の歴史で培ったきめ細やかな和のおもてなしと伝統の味でお客様をお迎えしております。では9階の展望浴場をはじめ1階の大浴場、中庭にあります手湯、足湯など趣の異なる様々な湯どころで玉作りの美肌の湯をお楽しみいただけます。また玉作り温泉周辺の観光は縁結びの地ということで出雲大社や八重木神社など開運スポットがたくさんございます。他にも松江城、武家屋敷、松江城のお堀を巡る堀川遊覧船、足立図鑑さんなど出雲寺観光の拠点として大変便利な場所にございます。もちろん感染症対策もお客様が安心してご滞在いただけるよう徹底させていただいております。日本最古の美肌の湯玉造温泉にお泊まりいただき、伝統の味をご堪能いただき、縁結びスポットなど山陰の魅力のある観光の地を巡っていただき、きっと素晴らしい旅がお約束できると信じております。お客様のご来館お待ち申し上げております。水苑南のおこもりポイント。ポイント1、バラエティ豊かな湯あみを満喫。館内には展望風呂など4つの大浴場のほかに足湯、手湯、美顔入浴など珍しい湯あみがお楽しみいただけます。ポイント2、温泉給湯の露天風呂付き客室。日本伝統のすき味立て吉祥、テラス付きの和モダン雲の根にある露天風呂付き客室は、源泉かけ流しで玉造温泉の美肌の湯をいつでもお好きな時にゆっくりお楽しみいただけます。ポイント3、個室食事処でのんびりと。エース JTB 優雅プランでお申し込みのお客様は夕食を個室の食事処でお楽しみいただけます。プライベートな空間でゆっくりとお召し上がりください。ポイント4、日本庭園。お宿自慢の庭園と広々としたロビーが皆様をお迎えいたします。庭園内は自由に散策ができ、四季の移ろいをお楽しみいただけます。庭園を眺めながらおくつろぎいただけるラウンジや中庭を中心に巡れる麗しガーデンで思い思いの時間をお過ごしください。はい、続いては、美肌県を売りにしている、島根県、からですね、島根といえば、一番ですね、規模が大きくて、いろんな旅館のタイプがあって、楽しめるのが玉造温泉じゃないでしょうか。その玉造温泉の中からでも今回は勝家南というところなんですけれども、こちらですね、先ほどの有馬グランドとかですね、西村屋ホテル松月亭のような比較で規模が大きくて総合的な評価が高い施設さんなんですけれども、こちらのお風呂、こちらもですね、お風呂楽しみ方としては2箇所実はございまして、1階のお風呂とあとは建物の最上階にあるんですけれども、1階のですね、男性と女性とちょっと残念ながら確か入れ替えはなかったと思うんですけれども、私は男性の方しか当然入ったことないんですけれども、実はこう露天風呂に入るとですね、少し箱庭のような感じのお風呂になってまして、そこの箱庭の木がですね、季節感が非常にありまして、たまたま私入ったのが秋の紅葉の時期だったんですけれども、綺麗に色づいた、もみじを見ることができた、そういったその季節感を感じ取ることができる露天風呂が非常に印象的だったと思います。当然ですね、もう一つの最上階の露天風呂は開放的な感じになってまして、これもですね、ちょっと景色が海が見えるとかそういったわけじゃないんですけれども、玉造温泉のエリアの囲まれた緑を見ていただくことができる比較的開放感があるお風呂、2つの露天風呂を楽しんでいただけるというのが、総合的な、おこもり、中でいろいろ楽しんでいただける中でお風呂の楽しみ方として、そうした2つのタイプのお風呂をお楽しみいただけるというのがこちらの楽しみ方だと思います。最後にご紹介するのは、出雲大社から徒歩8分、神話の国出雲にある古の宿慶雲です。出雲空港から車で約25分、JR では大阪から新幹線と特急やくもに乗り、
約4時間半のアクセスです。大事な人との縁が深まる出雲の神話や伝統が随所に詰め込まれたお宿です。それでは動画をご覧ください。支配人の小川と申します。慶雲はオープンからまだ4年目の新しいお宿でございます。出雲大社まで徒歩8分の場所にございますので、参拝に行かれるお客様にも大変ご好評いただいております。本日は JTB のお客様だけの特典もご紹介いたしますので、皆様ぜひイニシエネード慶雲へお越しくださいませ。慶雲の支配人をいたしております野原と申します。慶雲という宿名にはここに泊まっていただく方が出雲の神のより近くでお過ごしいただけるよう、様々なご縁に恵まれより深く結ばれてほしいという思いを込めております。出雲大社へは徒歩8分、すでにお参りされたことがある方もいらっしゃることと思いますが、早朝参り、これはまた格別でございます。静かで厳かな雰囲気に満ち、覚醒の感が感じていただけます。また慶雲の宿内には出雲伝統の技や文化風習にまつわるものを多く飾ったり、この地に歴史やなりわいとするご縁を感じていただける施設となっております。併設するお宿月夜のうさぎと2階のフロアでつながっており、
2種類の大浴場、5つの貸切風呂をお楽しみいただけます。ぜひ皆様のお越しを心よりお待ちいたしております。いにしえの宿、慶雲のお困りポイント。ポイント1、JTB 優雅ラウンジでお困りステイ。ペース JTB 優雅のプランでお申し込みのお客様は、JTB 優雅ラウンジがご利用いただけます。ビールなどのアルコール、ソフトドリンク、ケーキ、スナックなどお楽しみいただけます。ポイント2、温泉給湯の露天風呂付き客室と離れ。本館和洋デラックストリプル、離れの別邸築地は露天風呂付き客室となっており、源泉かけ流しのお湯が楽しめます。ポイント3、温泉三昧。岩風呂、漆風呂、絹風呂など、趣の異なる5つの貸切風呂は、空いていればいつでも何度でも無料でご利用いただけます。また、連絡通路でつながっている同系列の旅館、お宿月夜のうさぎ、こちらの大浴場もご利用いただけます。ポイント4、出雲大社へは徒歩8分、荘厳な雰囲気を味わえる早朝参りもおすすめです。ポイント5、心にくいプチサービス。湯上がり所のアイスキャンディ、湯上がりドリンクや、小腹が空いた夜についつい食べたくなる夜泣きそばをお楽しみいただけます。はい、こちらいにしえの宿慶雲は、なんといっても、5つの貸切風呂に、無料で入り放題というのが、最大の特徴です。なので滞在中ですね、5つの貸切風呂を5タイプ楽しみながら過ごせるというところと、大浴場もあるんですけれども、こちらも実は、対外的には実は24時間入れるということになってまして、夜中の2時から4時の間はメンテナンスということなんですけども、それ以外は、夜中の2時までと、朝は4時から大浴場にお入りいただけるというですね、もう温泉三昧、好きな時に好きなお風呂に入れるという大きな旅館ながらではの楽しみ方ができるというところです。こちらについては月夜のうさぎという姉妹館と隣り合わせになってますので、そうした貸切風呂については共同で使用ということになっているので、結構混み合っていることも多いんですけれども、逆に言うと夜中なんかは空いておりますので、ぜひですね、宿泊されている間、入り比べをしていただいて、楽しんでいただくというのもおこもりステイの楽しみ方ではないかと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。私は今回、比較的いろんな温泉とかを知る立場として、比較的、設備の整った大規模な旅館、ホテルのですね、滞在における、温泉とかお風呂の楽しみ方をお話をさせていただきました。もちろんですね、いろんなタイプの旅館、ホテル、あるいは温泉地というのがあろうかと思いますので、それぞれ、冒頭に申し上げた通り、いろいろな楽しみ方があると思います。ぜひですね、今回はそういったタイプの旅館の滞在における楽しみ方だったと思いますけれども、あなたなりの楽しみ方を見つけていただいて、ぜひですね、楽しい旅行をしていただけたらと思いますので、ぜひどうぞよろしくお願いいたします。